郊外の住宅地、住宅地の街並み住宅地は土地、宅地の利用区分の位置形態で住宅の用途に強せられる土地のことを言うことが一般的である。住宅地が集まった地域を住宅地域、または住宅街という。宅地における土地の利用区分としては商業地、工業地が他に代表的なものであり、住環境の面からも 都市計画を行う上で土地の利用区分を明確にすることは極めて重要で建物高さ制限や日陰の規制等住宅を建設するに適した規制がなされる。住宅地もまた他の地域と同じく商店街の衰退によって店舗の跡地に住宅が建設されるものなどその内容範囲は変動する。日本では戦前期に沿線開発によって 新中乾燥向けに、郊外住宅地が形成される。郊外住宅地は、森林や農地荒れ地等を新規に住宅地として開発する、もの、工場等の跡地が、集合住宅、または、小建て住宅地として開発されるもの等が挙げられるが、日本の高度経済成長期の大都市圏では、規制市街地で提出な、木造民営賃貸共同住宅地の密集地域の形成と、 郊外に向けて住宅地のスプロールが進行。スプロール化地域には低出小規模小建て持ち家住宅地や比較的良質な公団住宅、大手民間業者による分譲マンション、小建て住宅からなる郊外住宅地が形成され、その後2本のニュータウンが建設されていった。他に邸宅の敷地であった土地の共同住宅地化や細分化するミニ開発がある。 アメリカ合衆国では大都市周辺の週刊高速道路沿いに住宅地が発達し、1990年代に入るとアリゾナ州メサやテキサス州アリントン、コロラド州オーロラといったブーンバーブと呼ばれる住宅地として急成長を遂げた大型郊外都市も見られるようになった。また、アメリカ合衆国や北欧にも主要都市の郊外には計画的に作られた。 住宅地が多く存在する。住宅地であった土地が利便性の向上等により商業地化していくケースや、鉱山住宅等が閉山によって無人化しそのまま放棄されるケースなどがある。老朽化した共同住宅等のスラム化等も見られる。プルウィットイ号のように極度にスラム化した共同住宅が取り壊されることもある。 ベッドタウン大韓民国においては1990年代以降、ソウル南港の城南市、香川市などがベッドタウンとして発達している。日本では住宅地の他に、住宅政策、事業制度名などで新住宅市街地開発事業、密集住宅市街地整備促進事業など、住宅市街地という名称もしばしば用いている。この他は以下の通り、住宅及び、 宅地の供給を促進することが必要な3、大都市圏等の地域における住宅建設事業及び宅地開発事業の推進を目的に関連公共施設等の整備を行う事業について国が補助等を行う制度を住宅市街地基盤整備事業と呼んでいる。この事業制度は平成16年度に従来の住宅宅地関連公共施設等総合整備事業について 旧住宅市街地整備総合支援事業及び旧密集住宅市街地整備促進事業の実施地区以外に関わる事業として住宅市街地基盤整備事業へと再編したものである平成16年度にこれまでの住宅市街地整備総合支援事業と密集住宅市街地整備促進事業を統合し住宅市街地総合整備事業を創設これは規制市街地において 快適な居住環境の創出、都市機能の更新、美しい市街地景観の形成、密集市街地の整備改善等を図るため、住宅等の整備、公共施設の整備等を総合的に行う事業である。住宅市街地総合整備事業制度要項が定められ、要項においては、この事業を整備計画に従い行う事業、都心共同住宅供給事業及び、 都市再生住宅等供給事業を整備計画を策定せず行う事業として位置づけている。要項の整備計画に従い行う事業における重点整備地区の要件は、重点整備地区の面積がおおむね1ヘクタール以上であること、定められた要件に適合することとし、形式種類は拠点開発型、沿道等整備型、密集住宅市街地整備型。 耐震回収促進型がある。大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法に基づき、良好な住宅及び住宅地の供給を促進するため、都市計画として定める開発整備の方針。各都道府県が都道府県内にある都市計画区域の市長いくつかを対象として整備の方針を作成する。 良好な住宅市街地の開発整備を図るための長期的かつ総合的なマスタープランであり、1990年の大都市法改正に伴い創設された制度である。さらなる細分化として次のものが挙げられる。他方、住宅は小建て住宅、共同住宅、別荘といった分類もあり、小建て住宅地、共同住宅地という用語も見られる。小立住宅、 共同住宅とも様々なタイプのものが見られる。共同住宅地の場合は、団地、マンション、社宅、感謝等がそれである。詳細は高級住宅街を参照。居住環境の極めて良好な地域で従来から、名声の高い住宅地域にある土地を言う。敷地規模、建築の施工の質が標準的な住宅を中心とする地域にある土地を言う。 比較的強小な小建て住宅及び共同住宅が密集する住宅地域または住宅を主として店舗等が混在する住宅地域にある土地を言う。この土地のある地域は住宅地域から商業地域等に移行する過程にあるもの、その反対の過程にあるもの、混在のまま安定しているもの等が見られる。混在状態の住環境の面からは、 買い物の利便性といった性の面と、騒音等の負の面とがある。また、強小な戸建て住宅及び共同住宅の密集は、防災、防犯上の問題の背景となることもある。在来の農家住宅を主とする、集落地域または、市街地的形態を形成するに至らない地域にある、土地を言う。詳細は、別荘地を参照。主として、秘書、帰還、雇用または、 レクリエーション等を目的として一年の打ち書き、冬季、週末等を利用するために建てられた住宅が損する等の地域にある土地を言う。ありがとうございます。